グラブイン、押してみー。みなさん、グラ押ししてますか？グラブイガールズの癒し系お姉さん担当、バブルブリエラです。みなさん、グラ押ししてますか？アイドルオタク VTuber の押してみゆです。今私たちが推してるものや推せる VTuber をゲストに招いて、リスナーのあなたの心をグラブ掴んでいく番組、グラブイ推してみ10回目の放送がスタートしました。10回、ついに2桁ですよ。わー、やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そんな季節は卒業シーズンですよ。発作が大丈夫？もうオタク卒業って2文字に発作がやめないでー。やめないでーかー。やめないでー。そうだよねー。確かに、世間的にはね、卒業ってこうおめでとうとか、そう、学校のね、うん、卒業式は確かにおめでたいかもしれない。だけどオタク事情的には複雑ってことだよね。やめないでお化けになっちゃう。そうかー。それがこの3月から4月1とか、うんうん、もうね、気が気じゃないの。4月1なんてさ、嘘であってくれって感じじゃない？そう、午前中の発表だったら、いやいや、エイプリルフールでしょってなるじゃん。うん、12時過ぎて、うん、ネタバラシはみたいな、なるから。急にスンってなるのやめてもろてって感じだね。なんかちょうどこのね、3月10日だと、うん、この3月末でっていうのが、うん、もう発表されてて、うん、はい、じゃあ、最後に会えるのはいつだって押してた、こうスケジュールちょっとにらめっこする時期、うん、そっかになるんですね。ちょっと辛いんだね、この季節。うん、ブリティはなんか卒業の思い出とかある？学校の卒業の思い出はなんかハッピーなやつで押してをごまかしてほしい。ハッピーなやつ。ハッピーなやつ。そうだな、ブリネは春に一人暮らしを始めたっていう記憶がすごいこう残ってますね。新生活、初めての一人暮らし。新生活、家電とか一人で買いに行ったりとか。え、楽しそう。そう、なんか何でも一人で挑戦してみるっていうのが結構、もう春って匂いがあるじゃない。あ、うん、なんかわかる。空気にさ、うん、なんとも言えない春の匂いあるよね。そう、あれを嗅ぐと毎年自分がその独り立ちして一人暮らし始めた頃を思い出す。うんうん、初心に帰れるよ春は。そう、ブリネ忘れもしない、3月25日に一人暮らし始めました。うん、そうなんだ。うん、あ、じゃあちょうどこの10日とかは買い物してた？うん、どうだろう、まだしてない買い物。なんかちょっとしんみりしてたかも。うん、あー、うん、するよね、確かに。本当に一人でやっていけるんだろうかみたいな。あ、うん、でもそれもさ、嬉しいことじゃない？なんか、うん、別れじゃないから、ね、一人立ちだからさ。一人立ち、そうなんだよな。アイドルちゃんもさ、卒業した後の活動が決まってればいいんだよ。本当、オタク心としては脳みそそこから離れないよ。そうだね。そんな複雑な季節でございますが、はい、この番組ですが、X 専用のハッシュタグもありますよ。はい、ハッシュタグはグラ推し NOW です。ぜひリアルタイムで実況よろしくお願いします。それではそろそろ始めていきましょう。今日もグラブイ推してみ。グラブイ推してみ。この番組は文化放送オンラインアカデミー集英社 DNA プロジェクトの提供でお送りします。グラブイ押してみ。改めまして、こんにちは、バブルブリエルです。こんにちは、押してみゆです。じゃあ近況トークというか春っぽいトークしよう。そうね、春トーク。うんうん、春といえば、ちなみに花粉症は大丈夫ですか？花粉症は、あるはあるな。お薬にはお世話になってる。あ、そうなんだ。もうすでに、うん、処方を受けていると。もう早めにもらっておいて。へぇ。そう。先に飲んどくといいって聞いたの。あ、なるほどね。そうそう。からもう飲んでます。ブリネーは？ブリネーちょっと今ね、鼻水ちょっと出てるんだよね。そうだね。ちょっとね、ごまかしてるんだけど。いいよ、大丈夫だよ。ブリネーほら、水
水使えるから。あ、そうか、何あの、出したんだよって。うん、そう、あ、水の力で、マリネの水の力で今、ちょっと溢れちゃったっていう。体内の液体をちょっとだけ外に出してみたけど大丈夫。今練習中なの。今練習、そう、これも訓練ですから。訓練です。はい。決して花粉症ではございません。花粉症です。ねえ、もう認めたら負けなんていう風に言いますけれども、うんうん、まあ、早いうちに薬は飲んでおいた方が有意みたいね。いいです。なんかね、強さもいろいろあるから、お医者さんに聞いた方がいいって言ってた。おー、確かにまだ軽症なのにそんなに強い薬飲んだらね。そうそう、眠くなっちゃったりとか、うん、あと喉乾く。あ、そうなんだ。そう、花粉の薬めっちゃ喉なんかパリパリになるから、うん、本当は飲みたくないよなみたいな。へー、乾燥するんだね。乾燥するので。なるほど。そして春といえば春ソング。おお、推し活してるみゆちゃん的にもアイドルの春ソングって言ったらなんか思い浮かぶのある？なんかめっちゃいっぱいあるな。聞きたい。みんなきっと調べて聞いてくれると思うから、それぞれ発表していこうよ。でも古いやつだと、そしてキャンディーズの春一番がめっちゃ好きで。はいはいはい、有名だ有名だ。そうそう、めっちゃ好きで、ちょうど紅白歌合戦でキャンディーズ出てきたっていうのもあって、推し手の中で今キャンディーズブームがまだ続いてて。わー、すごい。みゆちゃんの世代にもしっかり響くキャンディーズ。響いた、うん、いや、あの紅白に関してはあのオタクも含めて響いたの、推し手は。ほうほうほう。なんか親衛隊って言われる方々が、なんか当時はさ、サイリウムなかったから、うん、なんか紙テープで応援してたの。何それ、知らない。あの紙テープ、あのクラッカーの中に入ってるようなやつを、うんうんうん、こうステージに向かって投げて応援をするっていうスタイルが、うん、それって一回投げちゃったら、そう、それっきりだよね。そう、だから最初に投げるのと後に投げるのこういっぱい持っとくみたいな。じゃあオタクがペンライトをこう指の間にいっぱい挟んで、そうそうそう、もうこうやって応援するみたいな感じ。そうとか、こうパキッて折るサイリウムはさ、時間で消えちゃうじゃん、うんうん、だからいっぱい持っとこうみたいなニュアンス。へー、それを紅白でやってたもん。感動して。歓喜歓喜。え、その投げた紙テープを持って歌ってくれてて、うん、アイドルちゃんが持ってくれるの？ええー、と思って泣いちゃうよ。泣いちゃう。だって紙テープ越しで繋がってるじゃん。それ実質手繋いでますよね。手繋いでるよね。だって犬の散歩と一緒だよ。いやいやいや、その例えはどうなんだ。っていうので、ちょっとキャンディーズブームが推し手の中で続いてて、うんうんうん、から最初に思い浮かぶのはそれだな。あと最近というか新しめだと、こぶしファクトリーっていうグループ今もないんだけど、はいはいはい、桜ナイトフィーバーって曲があって、桜の木の歌なの。桜の木の歌。そう、なんか桜の木の目線で、こう人が花見で浮かれてるのを見てる桜の木の歌で、すごい浮かれててめっちゃいい曲なので、ぜひ調べて聞いてください。桜ナイトフィーバーです。ブリネもお花見したりしますけど、まさか桜がその目線で私たちを見てるとは。そう、ぜひね、聴いてほしい。歌詞見てほしい。いい曲だよ。いい曲だ。ブリネは桜といえば、小袋さんとか、もう桜。森山直太朗さん。もう桜だよね。桜っていう曲いっぱいあるんだな。いっぱいあるね。確かに。あと、ブリネがギター教室でちょっと習っていたのは、ヨルシカさんの春泥棒のイントロのところが指で弾くんですけれども、なんか難しそう。すごい難しいから、あの、最近全く弾いてないから全然弾けなくなってました。じゃあ練習から始めて。また練習から始めて、いつか披露できたらなと思います。わーい、楽しみにしてまーす。はーい。ではここからは番組宛に届いたメールをご紹介していきましょう。はい。グラウシネーム、リバイアさんからいただきました。ありがとうございます。お二人ともこんばんは。こんばんは。先日、新宿歌舞伎座タワーの中にある超 VIP な映画館に行ってきました。はぁ。ドリンクとポップコーンは無料だわ。座席はリクライニングがついていて、しかもふっかふかだわ。映画を見終わったら、特別なラウンジでウェルカムドリンクのお酒を堪能できるまで、めちゃくちゃ贅沢な時間を過ごせました。お二人が最近、めちゃ贅沢したわーと思ったことはありますか、といただきました。ありがとうございます。歌舞伎座タワー行ったことない。え、押してね、行ったことあるよ。
映画館なんてあるの？そう、ちょうど最近なんか地方から来たお友達を、うん、なんか東京案内してて、うん、その歌舞伎座タワー行ってみたいっていう、はいはいはい、テレビで見たやつ行ってみたいって言われたから行って、うんうんうん、映画館あるんだみたいな。あの辺映画館いっぱいあるよね。そうそうそう。で何やってんのかなって調べようとしたけどなんかいまいち出てこなくて、うん、そんな感じなんだ。すごいビップな映画館。ビップだし、うん、何ラウンジがついてるの？いいな。だってウェルカムドリンクだって。それいつもウェルカムしてもらえるのかな？みんな全員ウェルカム？オープンしたばっかりだからとかじゃなく？いや多分違うと思うな。そうなんだ。だって上の方の階にあるんだよ確か。うんうんうん。そう入り口分かんなかったもん。へえ。いいな。なんかあります？めちゃ贅沢したわ。あるかな。最近した大人買いだったらあるな。え、何？押してグミを大人買いしてる。それってもしかしてさっき出してくれたグミ？あ、そう、さっき出したあの粒グミ。粒グミを大人買いと、はい、そう、もうスーパー行って、うん、こうやってもう掴んでこそって持ってた、うん、え、それは好きだから？それとも推しが関わってるから？推しが関わってるから。すごいね、推しが関わるとミュウちゃん人が変わるんだね。あの脳が働かなくなる。なるほど。一旦全部持って、うん、レジ行くみたいな。わかるわかる。買った後でこれはどうやって消費しよう。どうやって食べ終わるんだろうみたいな感じになってる。協力するよ。ありがとう。グミ好きだから後で食べて。うん。ブリネーはある？ブリネーね、最近って感じじゃないんだけど、うんうん、旅行行くとめっちゃご飯贅沢しちゃうんだよね。あ、でもわかる気がする。なんか普段食べられないもの食べたいよね。そう、身の丈に合わないものばっか食べる。多分気持ちが大きくなっちゃうんだろうね。あー、しかもそこで食べた方が美味しいしね。そう、なんかあの近所とかだと、うん、一人でそのいいご飯屋さん行くのちょっと苦手っていうか勇気出ないんだけど、もう近場のいつも通ってるとこでいいかなって思えるんだけど、旅行先とかだったらもうどこ入ったってもう多分次会うことないだろうし、え、なんか旅行の人なのかなみたいに思われて終わるだろうからって思ったら、もうなんか結構そういう鉄板焼きとかのシェフとかにもこんにちはみたいな、カウンターがカウンターでみたいに、え、すごい、あのコミュニケーション取れる。お、すごい。旅行先だったらね。あれだ、あの初対面の人にはコミュニケーションちゃんと取れるタイプの人だ。そうだけど、その後関係性が続くって思ったら下手なことできないから。うんうんうん、確かにね。そう、あ、でも押してもその傾向あるから分かる気がする、うん、この場だけだったら会話できるし、うん、ちょっと思い切ったことできるし、旅行先では美味しいもの食べたいな。ねえ、うん、だからそういうところも踏まえて旅行先では羽目外しすぎないようにっていうのを最近心がけてるかな。えらい、うん、なるほど。ねえ、お、はい、ということでお便りありがとうございました。これからも皆さんからのメールお待ちしています。グラブクシュン。うますぎでしょ。ちょっと渾身のやつだし。完璧だった。あのくしゃみはミュートする派なんで、あのもう二度と聞けません。はい。さて、ここからはこちらのコーナーをお届けします。推しポイントを探してみー、うん、こちらはリスナーの皆さんからいただいたお題のワードから無理やりにでも推しポイントを見つけて、ひたすら押して押して押しまくってみるコーナーです。それでは早速やっていきましょう。よろしくお願いします。グラブイネームサイドさんからいただきましたお題はこちらです。ザリガニ。ザリガニ。ザリガニ。推しポイント探してみスタート。やばい、釣れる。フォルムがかっこいいよね。ハサミとか強そう。赤い。なんか目がつぶらで可愛いよね。あ、確かに可愛いかもしれない。お顔可愛い。よく見ると可愛いみたいな。うんうんうん、あとはこう小学生の男の子とか好きなんじゃん。あー、好きなんじゃん。わかんないけど。うん、食べれるらしい。
そう、ザリガニ料理とかあるよね。あるんだ。うんうんうん。あ、でも確かに海外進出しているよね。そうそうそう、海外で料理で海外で出たりとか、海外で食べたもんね、するから、うん、ワールドワイドなネームバリュー。はい。ザリガニ、あの、ペットとしても飼いやすい。かわいい。学校で飼える。うん、学校で飼ってた。名前何にしようかな。あとは、あ、いた、やばくないこれ。やばい。ザリガニ、ザリガニ、ザリガニか。はい、ありがとうございます。出てきたものが、釣れる、フォルムがかっこいい、ハサミ、赤い、目がつぶらで可愛い、はい、小学生の男の子好きなんじゃん、好きなんじゃん。食べれる、はい、ワールドワイド、ペットとしても飼いやすい。はい。でも悪くないじゃん。悪くないよね。意外とまんべんなく出せたよ。うん、いい感じだと思います。じゃあどんどん、あ、もう行っちゃうのか。どんどん行こう。グラウシネームつばいさんからいただきました。はい。お題は深爪。深爪。それでは深爪で推しポイント探してみスタート。衛生的。衛生的。あと、指先を使うとき何かとやっぱり短い方が器用にいく。あー、確かに。ギタリストみんな深爪。え、そうなんだ。爪は切ります。あと指紋認証しやすそう。あ、はい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 。あとは小さくて可愛い。小さくて可愛い。あと、清潔感。あー、深爪でしょ。時々血が出る。それ深く攻めすぎ。攻めすぎ。押せる。深爪。爪の成長。早い。そうなの。切るほど伸びるかなと思って。あー、確かにね。そうかもしれない。むずい、これ。苦しいよ、これ。苦し紛れだよ。これ読む。はい。はい。衛生的。うん。指先使うとき器用。うん。ギタリストみんなこれ偏見かもしれません。指紋認証ができる、うん、小さくて可愛い、うん、で清潔感がある、うん、時々血が出る、爪の成長が早いと。はい。みゆちゃんは爪は結構短めかもしれない。短く切る派。そう、なんか長いとさ、学校で言われるからさ。あ、わかる。そう、なんか白いところが、うん、みたいな、うんうん、言うから結構切ってるかも。ブリネも、もう、そのギターうんぬんの前から爪はもう短く切りたい派。うん。すごい気になる。あ、気になるタイプ。伸びてると、やーってなっちゃう。押してさ、おじいちゃんがめっちゃ深爪で、うん、切ってもらった時に血出たの。じいちゃん。おじいちゃんそれ指だよって言って。痛い痛い痛いみたいな。嫌な思い出だ。ちょ、今それを思い出して、うん、血が出るって言っちゃった。なんかさ、たまに、小指の爪だけ伸ばしてる人とかいるけど、あれは、やっぱり小指は、なんか長い方が便利なのかな。うん、なんかあんのかな。でもさ、短いとさ、こうシールとか剥がすのがさ、難しいじゃん。爪をカリカリってするのが。確かに。だから一個だけ伸ばしとくとかはありかも。たまにものすごく綺麗に伸ばしてる人とかいるけどさ、いあれ、缶開けるの大変だよね。確かに。開けれなくない？ね。キーボード打つとき爪で打ってる人いるもん。そう。へぇー。そう。カタ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 ってめっちゃ器用だなって思う。うん。もう慣れてんのかもね。うんうん。へぇー。はーい。ということで終わりです。こんな感じでお題のワードから推しポイントを見つけていきますので、メールにお題のワードを一つだけ書いて送ってくださいね。はい。以上、推しポイントを探してみーでした。ではここからは、今一押しのゲストをお迎えする推してみーゲストトークパートです。今回はあの人が来てくれてますよ。それではお聞きください。どうぞ。推してみゲストトーク。毎回一押しゲストの方をお迎えする推してみゲストトークのコーナー。今回来てくれたのはこの人です。皆さんこんにちは。グラブイガールズの自由人ダズルダフネです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
グラブイガールズメンバーついに来ましたね、はい、お邪魔してます。はーい、私たちはもうね、うん、コラボもしてますし、してますね、はい、同じグループ同じヒーロー集団ということで仲良しなんですけれども、うん、今日はブリネーも知らないようなことがいろいろ聞けるんじゃないかなと思っております。はい、自己紹介、ダダちゃんの推しポイントを1分間で、うん、1分間、はい、先週がみゆちゃんにその初めましての自己紹介をしてもらったので、うん、今回はダズルダフネをこれから推してくれっていう人たちに対して1分間のアピールを、アピール1分間、みんなここ1分でやってもらってますので、はい、じゃあ準備はいいですか？頑張ります。それでは、はい、1分間推しポイントアピールスタート。実はデビュー当時はクール枠で行こうと思っていました。グラバイガールズの自由人ダズルダフネです。普段はですね、雑談をしたり、ゲームをしたり、ちょっとほのぼのとした配信をしてるんですけど、まあ、苦手なホラーゲームで産地を削りに削ったりとか、虫を食べたりとか、はたまたオタク口調をひけらかしたりとか、なんか今ではちょっとクールとはほど遠いなんか自由に楽しく配信をしております。でたまにね、叫んだりとか、ちょっと暴れたりとか、落ち着きなかったりとか、結構豊富なオノマトペで、みんなを結構置いてけぼりにしたりとか、あと少年心がちょっと溢れすぎたりとかしてるんですけど、そういうところが魅力の一つではないかと思っております。特技はダンスと推し活。推しは推せるときに推せということで、どうか、どうか、グラブイ唯一の褐色枠であるダズルダフネを皆さん応援してください。よろしくお願いいたします。いやぴったりだ。すごい。え、測ってた？いや、え、嘘、え、本当に完璧だよ。やった。体内時計バッチシ。やった。素晴らしい。さあ、じゃあブリネがいろいろ掘り下げていきたいと思いますよ、はい、まずあなたはクールキャラだったんですか？そうですね、最初は結構なんかお顔立ちでね、よくちょっとクール系のお姉さんって言われるんだけど、まあ中身がこんなんなので、うん、最初どうしようかなと思って、ちょっと低めでなんか落ち着いた感じで実は自己紹介とかを X でしてて初配信の時はどんな感じだったろう？初配信ももう終始クールだった？なんか猫被ってたの？めちゃくちゃに被っててでしかも敬語だったの、ずっと。そうだよね。みんなに対してずっと敬語で、うん、なんかまあちょっとかっこいいなこの人ってちょっと思われたいなと思ってたんだけども、ちょっとなんか全然そんな感じで今は。え、いつ頃からそれが抜けてきた？なんか明確にある？明確、ゲーム始めたぐらいかな。マイクラとかのあたりとかエーペックスとか始めたぐらいで、もう叫びに叫びまくっちゃって、あ、もうこれはダメだみたいな。確かにダダちゃんって、リスナーさんと一緒にエーペックスやってるイメージがすごく強い。うん、参加型が結構多くて、うん、そうだね。ダダちゃんはやっぱりリスナーさんと距離が近くって、一緒にゲームできるっていうのは、いいとこだよね、うんうん、みんなが結構遊んでくれるので、うん、結果クールではなくなりました。確かにグラブイにクールはおりません。いません。断言できます。誰もいません。クールはありません。はい、はい。あと気になったのはダンスだね。うん、ダンス。ただちゃん、ダンスのトークのね、配信とかもあったり、ことあるごとにダンスの話をしてますけれども、いつか踊ってもらいたいね。いや、踊りたくって踊りたくって、その準備だけしてる、うん、そのネタというか、うんうんうん、こういう曲踊ってほしいなってリクエストしてくれた時に、うん、なんか、あ、じゃあこういう振り付けのこの曲とかいいんじゃないかな、みたいなのを、すぐに一応出せるようには、日々、いっぱい振りを、それこそ本当に先、ちょっと前に一人でまた練習しに行きました、趣味でね。趣味でスタジオ借りてない、たまにこうアイソレーションやったりとか。そんな本格的なことをやってるの？たまにだけど、撮れたらこうスタジオとか借りられたら一人でやったりとか、なんかいろいろしてます。ちょ、ブリネーも誘ってよ。じゃあ一緒に筋トレもしよう。アイソレから筋トレから。そう、アイソレってやつ、ブリネーもできるようになりたくって、ちょっとだけ習いに行ったことあるんだけれども、もう全然できないの。ねえ、やってみようか。ほら。頑張れ、ブリネー。首だけ動かすでしょ？全然動かないよ。ほら。頑張って。できないよ。いろいろね、こう一人
人で。だから結構ね、私もそんなにレッスン通ったりっていうのはちょっとしかしたことないんだけど、うんうん、だから一人で結構もうまあただ好きなだけでやってるって感じかな。いやー、それは絶対にみんなに見てもらうべきだから、早くねやれるようになりたいよね。ボスお願いします。ボス見てるでしょ。ボスお願いします。さあ、ということで名残惜しいんですけれども、はい、あっという間にお時間です。まただよ。またなんだ。タダちゃん、最後にお知らせがあればお願いします。はい、YouTube でライブ配信をメインに活動しております。さっきもねお話ししたんですけど、結構参加型ゲームの参加型の企画を中心にやっているので、よかったらね、みんな遊びに来て、私と、戯れていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。みんな、ダダちゃんと戯れろ。戯れてくれ。ブリネーンはたまに、ヒュッていくから、そこに。そう。エーペックスとかだったらね。うん、はーい。お知らせありがとうございます。ぜひ、また遊びに来てくださいね。はい。ということで、本日のゲスト、ダズルダフネさんでした。ありがとうございます。グラブイ押してみ、あっという間にエンディングの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りの宛先はグラオシアットマーク joqr.net graoshi アットマーク joqr.net です。番組でお便りが採用されたすべての方に、私たちのサイン入りノベルティステッカーもプレゼントしていますので、ぜひ住所と氏名を書いてたくさんお便り送ってくださいね。また YouTube の文化放送 V&R チャンネルでは、毎週日曜日の16時にこの番組のアーカイブが公開されます。そしてブリネーの YouTube チャンネルでは、この番組の反省会をお届けするおまけトークが毎週月曜日の18時に公開されています。こちらもぜひ聞いてみてくださいね。最後に推してたちからのお知らせです。まずは、はい、推してみゆは YouTube で動画投稿を今行ってます。配信が再開するのはね、3月下旬頃になると思うので、ぜひ X で情報をチェックしてください。よろしくお願いします。はい、続いてブリネーからのお知らせです。私バブルブリエルは YouTube でライブ配信をメインに活動中です。ゲームや ASMR、ギターでの弾き語りなど様々なことにチャレンジしているので、ぜひ遊びに来てください。そして X のフォローもよろしくお願いしますね。ということで、第10回目の放送をお届けしてきました。はーい、どうですか。あっという間だった。いや、あっという間だね。ゲストトークパートもっと長くできないかな。ねでも、もっと長くしたら、うん、みゆちゃんとのトークが短くなっちゃうから、それも困るな。困るな。なんかあれだね、その前回も、うん、配信外のコラボの話とかもしたけれど、またみゆちゃんなんかゲームとかでコラボしたいよね。お、よっしゃ、現地取ったど。現地取ったど。ブリネームみゆちゃんと一緒に久しぶりにエーペックスやりたいです。わー、やったー。ということで今週は以上です。また来週も私たちを推しに来てくださいね。バイバーイ。グラブイ推してみ。この番組は文化放送オンラインアカデミー集英社 DNA プロジェクツの提供でお送りしました。